方をお話します。まず庄内浜の地元ですけども、東の方、西の白下って言われます。白下が冷凍くらい美味しいって言われます。実際白下まで見に行ってみました。はい、あまりに小さいエリアだったのでびっくりしたんですけど、このお店ぐらいしかない。そこに生けすが入ってて、城の下にこう湧く柳のところがそこだけ。ただ最近は大分でも、その近辺で取れるのは全部白下ガレー。白下ガレーのフルコース食べると1万5000円から、はい、そのぐらい高いお魚です。はい、で一応料理で使う場合にはここがあのメガネの、こう茶色い、べっ甲みたいなのがあるんですが、そういうふうに透き通ってるものを選びます。でここに黄色いライン2本入ってるのは北海道に多いお魚です。なんでここの黄色い、やや食べると苦いような気がします。なんでここの黄色いのがないものを選びます。これがポイントです。で一般的に根津ヶ関と由良のものはやや身が薄いです。特徴としては小気味がいい味、小気味いい味を楽しむと。酒田のものはやや身が膨らみます。で酒田の地元というのは、やや旨味があるもので、それが分かったらどうやって料理していくかと思います。こうやって、はい、魚焼き器で、この魚焼き器というのは日本のお魚に向いてるもの、上火で焼いて水分を落としていきます。はい、こそがれは酒田のものは弱火でゆっくり火を入れて水分を抜いていって醤油で食べるのが酒田のこその美味しさで、由良とか根津ヶ関は身が薄くて小気味いい味、いろんな味がするので強火で塩で一気に焼き上げるというふうにして港別に焼き方を変えます。でここにこうやって筋を入れて、皆さんが使うのはほとんど由良のものだと思いますので、塩で、やって焼きます。ここから、今はですね、もう少しすると園島きゅうりっていうのが出ますので、鶴岡に昔からある、それと口細がれを混ぜるととても美味しいです。こうやって切ったら、ここのきゅうりのここだけを、ちょっとした時に千切りにします。こっちのきゅうりはこうやって切ります。乾燥気味に焼くと独特の味が出てきます。ここのところの身をこうやって炒めて、もし綺麗に食べたいところは焼き上がったらこの骨を取ってあげます。